やっとやっとですね NHK で、えー、〇〇〇の健康被害だったりとか予防接種健康被害救済制度ですねのことを、えー、取り上げてくれましたまあ正直ですねやっとっていう気持ちななんだろうもうあれがスタートしてから2021年22年23年24年もう3年半経ってるんですよねスタートして3年半経っていてもうスタートから数ヶ月でもうかなりのですね えー、副反応報告制度っていうのはもう上がっていたわけなんですよね。それなのにメディア、大手メディアは一斉スルーして推進する報道ばかりをしてきた。そしてそのマイナスの側面の方に関しては一斉スルーしてきたわけですよね。で、それは、えー、大手メディアだけじゃなくて NHK も同じ状態だったんですね。全く NHK はスポンサーがついてないのに、えー、それを客観的な事実を報道してこなかった。これは本当に大きな大きな問題だと思っています。 まあ一時ね、あの一回、〇〇〇〇接種後にお亡くなりになられた方のご遺族の方に NHK がインタビューするということで、駆け込みだら2020の宇川さんが窓口になって取材の申し込みがあって、そこでえ取材をしたのに、それがさもですね、新型コロナウイルスに感染して亡くなった方のご遺族のような取り扱い、そ,のそういうふうに見えるような出し方をしたと。 で、それが非常に問題になって、えー、その番組の中でも NHK が謝罪をしたりとかですね、まあ大きな社会問題に一回になりました。まあその程度だったんですよね。こう放送されたっていうのは NHK の、えー、地方ではまだ別なんですが、多分全国放送で流してるっていうのはそんな感じだったんですけれども、えー、今回、 朝一という番組ですね。この中で1時間40分ぐらいの番組だと思うんですが、そのうちの大半がですね、えー、予防接種健康被害救済制度について放送されました。えー、正直、ここまで長くきちんと取り,取り上げてくれるとは思っていなかったので、ちょっと僕びっくりしました。まず、良かった点、嬉しい点としては、えー、この NHK がやっとこのことを まあ、まだですね、偏りありますよ、見たら。見たらちょっとイライラしてくる部分あります。要は、ままるるまるまるの、えー、メリットもきちんと最初の方にあるんですね。感染予防効果がどうとか、えー、入院をこんな件防げたみたいな、えー、ことをやって、その上で、その予防接種健康被害救済制度、まれ、あ、にこういう症状もあるみたいな感じでやってるんですね。なので、 あのまあ、ちょっとそ,そこは違うだろうっていう突っ込みどころも正直中にはあるんだけれどもあるんだけれども今までそういう情報に触れてなかった要はテレビからしか情報を得てこなかった人からしたらちょっとびっくりするような報道だったんじゃないかなというふうに思いますでそれは何かっていうと、まあ、これだけ予防接種健康被害救済制度に申請が上がっている件数 えー、認定されている件件数が今7970なんですねこれが8月22日時点のちょっと数字になるんですけれども790件認定されていますそのうち死亡一時懸案総裁医で認定されている人が777件になってますもう777件のかなり多いですよねで、えー、そのそういった現状も一応ですね 報道はされましたえ。どれだけの人がなっているのか。さらにですね、実際にるまるの後遺症で悩まれている人たちも3名ほどですね、取材を受けてその報道されました。実際にリアルにその後遺症で悩んでいる人たちの取材も一応報道されたんですね。これもえ多分ですけども、僕の知る限り NHK で初めてなんじゃないかなというふうに思います。 これ3年半経ってやっとっていうツッコミどころはあるんですがちょっと置いといたとして、まあ、やっとそれが報道されたっていうのは本当にあの嬉しいことだなというふうに思いますそしてもう一つがこの予防接種健康被害救済制度っていうのが多分この番組の趣旨がですねえあまり知られていないとなので、えー、そういうことをきちんと知って皆さん知っておくといいよもし万が一何かあった時にとか、えー、その例えば健康被害を被っているけれどもそういうことを知らなくて。 泣き寝入りしている人もたくさんいるとだからそういう人たちにこういう制度がありますよっていうことをきちんと周知するというようなのが多分この番組の一番の趣旨なんじゃないかなというふうに思うんですがその予防接種健康被害救済制度についいてても詳ししく取り上げていましたでその取り上げ方がまあこういう制度もありますよっていうことだったりとか今現実問題の認定者数のこともそうなんですけれども いかにこの予防接種健康被害救済制度に申請をすることがいかにハードルが高いかっていうことも報道してくれているんですねで。これは本当にありがたいなというふうに思いました。そして実際にその申請を出そうとしている人たちがどれだけ大変かっていうことも取材を通してその報道してくれているので、いや、これは本当に普通の人だったら途中で心が折れて、折れてしまって申請諦めるよねって 思うような書類を集めなければいけないんですよだいたいこの予防接種健康被害救済制度に申請しようとするような人っていうのはあの病院のたらい回しにあったりとか え、してるので、いくつもの病院だったりとかも、もしくは大きい総合病院とかであれば、いろんな科に回されたりとかして、え、やってるんですね。で、その一つ一つの科まで行って、いろんなもの書類を揃えて、そして領収書も揃えてっていう、いろんなことをやって、やっと申請できる。だから、申請するまで何ヶ月もかかるんですよね。そしてそれをコピーするだけでもすごく時間がかかる。え、そういうことを、え、やってみました。これは非常に、あの、大きなことだったんじゃないかなというふうに思います。なので、 多分、番組を見ている人とか、あとは、番組を見ていた人の中でも、うん、ひょっとしたら、あれをしてから、なんとなく、この体調が悪いとか、自分が、症状が悪くなった。で、これ時差が多少あったりするわけですよね。打ってすぐだったらまだわかるんだけれども、一週間後ぐらいに症状が出たとか、一ヶ月後ぐらいに症状が出たとかだと、自分でもよくわからない。 で、お医者さんに言って、そう、違うんじゃないですかとか、えー、あ、これは間違いなくね、〇〇〇るの後遺症ですよって言ってもらえれば、あの、自分でも、あ、そうなのかって思えるかもしれないんだけど、いや、そうじゃないでしょうと、と、えー、いうふうに言われてしまうと、自分でもわかんなくなるわけですよね。ひょっとしたら、たまたま自分が体調が悪くなったのかなとかって思ってしまう人も多かったと思うんです。そういう人たちは泣き寝入りをしてきたと思うんですけれども、ひょっとしたら、 自分もそうなんじゃないかもしれないな。だったら自分もこの予防接種健康被害救済制度に申請できるかもしれないなっていうことにつながっていくきっかけになるんではないかなというふうに思います。そういう意味ではこの番組できちんとですね、この予防接種健康被害救済制度のことが報道されたっていうことは、まあ、社会的に大きな意義があることなんじゃないかなと思います。あともう一つが 実際に岡山だったかなの大きな病院で〇〇〇〇後遺症の副反応の診療をしている先生が出られていたんですけれども、まあ、その先生がですね実際にリアルで起きていることを結構しっかりお話をしてくださっていました、まあ、そんな中でいろんな問題ですよね病院が病院に受診しても〇〇〇〇が原因だと後遺症だということを診断書どこに行っても書いてくれないと 多くの人たちがそれも問題ですよねっていうことだったりとか、まあ、そういうことを見てくれる病院自体が少ないそれも問題だよねとか、うん、そしてえ実際にるまるのせいなのかもしくはコロナ後遺症なのか、まあ、その辺のいろんなことの、えー、兼ね合いっていうのはやっぱり一人一人しっかり見て、えー、診察していかないとヒアリングしていかないと結局分かりづらいものな,なので、えー、その辺のいろんな問題点というのも結構、えー、分かりやすく伝えてくれたんじゃないかなというふうに 思いますで、えー、一つ腹立たしかったことは、えー、ともう一人ですね、うん、とその先生とは別の先生が結構出られていろんな今回の件についてね予防接種健康被害救済制度についても話されていたせ別の先生がいるんですが、まあ、その先生がちょっと僕はちょっとイライラしたというか腹立たしい部分があったんですけれども一番これ言ってほしくないこと。 を、えー、この N H K のの NHK 番組の中でも話されていましたそれは何かっていうと、えー、確かに今回の予防接種健康被害救済制度、ねえー、こんなにたくさんの人が、えー、認定されていると、えー、申請だけでも1万1,000件を超えてるわけですねで認定された人が7970件いるそして死亡一時金の総裁量も777件これはもう過去に、えー、ない、まあ、過去45年間の全ての予防接種を足した数字よりも多くなってきているわけですよね で、これ確かに多いので、それは問題ではあるんだけれども、しかし、今までの予防接種っていうのは、どちらかというと若い人が中心にするものが多かった。要は赤ちゃんとかね、ちっちゃい子供生まれてすぐに打つとかっていうのが多かったけれども、今回の〇〇〇〇は、高齢者だったりとか、基礎疾患を持っている人たちになるべく推奨されてきた。なので、 そういう人たちのなが、健康を害する人たちの中には、高齢者だったりとき、もともと基礎疾患を持っている人たちが多いから、この申請をしている人の中には、たまたま、るまるの原因じゃなくて、たまたま体調を壊したりとかた、たまたま亡くなったような人たちも含まれているということも考慮しなければいけない。という話をしてたんですね。これがね、一番腹立たしいんですよ。あの、もちろんね、中にはそういう人もいるかもしれないですよ。 だけど、そんなごくわずかですよ。きちんとこれ審、あのー、審査してるわけですから。なので、それを言ってしまうと、やっぱりこんだけ数が多いのは、これずっと推進側の人たちが言い訳にしてたことですよ。これは、決して、それで亡くなった人じゃなくて、たまたま亡くなる。こんだけね、たくさんの人たちがいるんだから、接種した後に、たまたま別の原因で亡くなる人だったりとか、別の原因で体調崩す人だって、 いるんですよそういう人たちがほとんどなんですよみたいなプロパガンダじゃないけど情報を流されていたわけですよでそれを多くの人たちが信じ込んでたんですねそれさ結構言ってたんですよいろんな人がだって河野太郎さんもそれ言ってましたからね河野太郎さんが完全にだからそんなこういう認定されている人とか副反応報告制度に上がっている人たちがいるけどそんな気にしなくてもいいですよみたいなことぐらいのことを言ってたんですよねでもそれを この NHK のこの番組の中で言うということはこの申請をして苦しんでいる人たちに対してすごく失礼なことですよこれは絶対あれはほ本来、えー、メディアで報道するべきことではないと思いますでもやっぱりそういうことを多分入れなければいけないかったんじゃないかなとコメントされていた先生の個人的な判断なのかでもああいうのって大体筋書きががっちり決まってると思うので特に生放送ですよね確か なので、多分、もう原稿やいろんなものがあったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それをですね、あの言葉は絶対に今後ですね、使ってほしくないなというふうに思いますえ。もし審査の結果、これは因果関係は認められないという人がいて、そういう人も、だってこれ否認もあるわけですから、認定が7970件で否認が2199件ですよ。で否認のうちちでももちろん はっきりわかんない人たちもいると思うんですね。本来であれば〇,〇〇〇のせいだった人もいるかもしれない。だけど明らかに違うっていう人は否認になっているわけですから、だからそれを認定されている、きちんと審査もして認定されているわけなので、これはですね、本当にやめてほしいなというふうに思います。